皆さんこんにちは、リキューです。今回の動画は有機EL について、海外のメディアで有機EL パネルの開発状況、今後どんなスペックのモデルが登場するのか、それについてのロードマップが報道されていました。今回はそちらをまとめてご紹介したいと思います。ご視聴の前にこちらの注意事項をご確認ください。先ほどもお話ししましたように、今回の情報はメディアによる報道です。ご覧のように、イギリスのサイトがモニター向けの OLED パネルの開発ロードマップについて記事を投稿しています。今回はこの中で書かれていた情報をまとめてご紹介したいと思います。まず今回の報道の内容に入る前に、OLED パネルのピクセルピッチについて以前動画でもご紹介していますが、簡単に振り返ってみます。これをベースにして今回の報道をお伝えしたいなと思います。まず OLED パネルも当然ですが、画素、ピクセルが画面にたくさん並んで構成されています。これが一つのピクセルだとした場合、こんな感じで縦横に大量のピクセルが並んでディスプレイを構成しています。そしてこの隣同士のピクセルの間の距離のことをピクセルピッチと呼んでいます。例えば55インチパネルのピクセルピッチと同じ解像度の 27.5 インチのピクセルピッチは当然小さいインチサイズの方がピクセルピッチも小さくなります。つまり画面のインチサイズとピクセルピッチは比例関係にあります。ですので小さいインチを作ろうと思ったらピクセルピッチを縮小しなければいけないということになります。これが非常に難しくてなかなか小さいインチの有機EL パネルが登場しなかったということです。で、実際にピクセルピッチってどのぐらいなのかも簡単に計算してみます。4K の55インチパネルの場合、4K ですので水平方向に3840ピクセルあります。そして55インチですので横幅は1218ミリ。つまり1218ミリの長さの間に3840ピクセルあることになりますから、これを計算すると約 0.32 ミリ。単位を直すと317マイクロメートルとなります。これがピクセルピッチ、1ピクセルの長さです。だいたい1ミリの3分の1ぐらいの長さです。ここまでがピクセルピッチの説明なんですが、もう少しこのピッチについてご説明します。それがサブピクセルピッチです。どういうことかと言いますと、ここに一つのピクセルがあります。ピクセルというのは、いろいろな色を表現できます。そのために、RGB、光の三原色が一つのピクセルの中に存在しています。この RGB の小さいピクセルのことをサブピクセルと呼んでいます。つまり、一つのピクセルというのは、複数のサブピクセルから構成されているということです。先ほどご紹介したこの図で言いますと、ピクセル一つあたり、サブピクセルが複数ありますから、こんな感じになります。ただ、実際には、こういう構造にはなっていませんで、例えば LG が開発製造しています WRGB と呼ばれているパネルの場合、サブピクセルの配置はこんな感じになっています。RGB の他に白、W、ホワイトの W ですね。この4つのサブピクセルで構成されているのが LG の有機EL パネルです。横に4個、縦に1個配置されています。4×1 の構造です。サムスンの QD OLED の場合は少し変わりましてこんな配置になってます。これは横に2、縦に2ですので 2×2 となります。そして JOLED の印刷式有機EL パネル。これは先ほどご紹介した通り RGB それぞれ1つずつ横並びにあります。3×1 の配置です。これがサブピクセルなんですが、そのサブピクセルのピッチサイズも計算することができます。先ほどの 4K の55インチ、ピクセルピッチは317マイクロメートルでした。この中にご覧のような RGB、3つのサブピクセルがあると考える場合、単純にこの317を3で割って、106マイクロメートル。これがサブピクセルのピッチと考えることができます。縦方向は1つしかありませんから、短い方を採用して横方向のピッチサイズがサブピクセルピッチとなります。つまり、当然ですが、サブピクセルのピッチサイズというのは、ピクセルピッチよりも小さくなります。で、ここに戻ってくるんですが、こうやってみると、QD OLED は縦横ともに2です。そして LG は 4×1、JOLED は 3×1 なので、
LG が最もサブピクセルピッチが小さくなってしまいます。最も有利なのがサムスン。その差は約2倍となります。なので、同じインチサイズ解像度にした場合、サムスンの方がサブピクセルピッチは倍まで許容されるということになります。そうすると、サムスンの QD OLED パネルの方が優れているんじゃないかと思うかもしれませんが、残念ながら、このレイアウト、若干欠点もあります。例えば、PC に繋いだ時、そういう時に、色のにじみが発生するとか、いろいろ問題が報告されています。なので、それぞれメリットとデメリットがあるということです。で、ここまでご紹介してきたサブピクセルピッチ。その長さは、年を追うごとに徐々に短くなっています。つまり、インチサイズがだんだん縮小できているということです。それをご紹介します。まず最初に LG が発表したフル HD の WRGB パネル、55インチのサイズがありました。このパネルのサブピクセルピッチがだいたい160マイクロメートルぐらいです。2012年に発売されています。そしてインチの縮小していくということは、このピッチサイズをゼロに向かって縮めていくことになります。実際年を追うごとに短くなっていくんですが、2012年がこのぐらいなんですが、翌年特に変化はありません。そして2014年、この時に LG が 4K のパネルを発表しました。65インチと75インチですね。これによってサブピクセルのピッチサイズ、ご覧のように縮小できています。一気に縮んでいます。ただ、解像度が 4K に上がったことによって、インチサイズは逆に大きくなってしまっています。そして翌年、2015年には55インチモデルが発売されました。これによって、またご覧のようにサブピクセルのピッチサイズは縮小します。で、ちょうどこの時にご覧のようにインチサイズでフル HD の製品に追いついたということになります。そして2016年、翌年は大きな変化はありませんでした。2017年も同様です。そして2018年、大きな変化が起こりました。左下に黄色いドットが出てます。これが JOLED の製品です。印刷式の UKL。ご覧のようにここも一気にサブピクセルのピッチサイズが縮小します。ただ、これかなり短くなってるんですよね。ここまで短くする必要もなかったんじゃないのかなとは思います。まあ何らかの都合があってそうなったと思うんですが、当然サブピクセルのピッチが小さいほど製造の難易度上がりますし、不止まりも悪くなると思います。もう少し大きめのピッチサイズで作っていっても良かったんじゃないのかなって思いました。そして翌年2019年、右側の紫のドットは 8K の製品です。LG の中としては、最小のサブピクセルピッチのサイズが更新されています。ただ 8K なのでインチサイズは大きくなります。そして2020年にはそれぞれ 8K、4K ともに最小のインチサイズが更新されます。これによってピッチサイズも縮小します。で、2021年は JOLED、LG の 4K ともに大きいインチサイズが追加。そして2022年、ご覧のように大幅にモデルが増えています。まずこの部分がサムスンの QD OLED 4K のパネルです。55インチと65インチ。そしてここがサムスンのゲーミングモニターですね。ウルトラワイド QHD。そして LG の 4K パネルは大小それぞれインチサイズが追加されました。そしてここが LG のゲーミングモニター向けの UPL パネルです。QHD とウルトラワイドの QHD です。で、ここも以前動画でご紹介しましたが、LG の場合、なかなかですね、この60ぐらいのピッチサイズから縮小できていなくてですね、2020年ぐらいに 8K パネルで到達したんですが、その後はピッチサイズを下げるのではなくて、8K から 4K、4K から QHD という具合に解像度を下げることで画面サイズを縮小できているのをアピールしている。そんな感じのマーケティングになっています。この2022年の11月の製品でも、JOLED のピッチサイズに未だに到達できていない、そんな状況です。そして2023年、これはサムスンのデュアル QHD という解像度の製品が追加される予定になっています。これオデッセイの新製品が発表されています。まだ発売はされていません。以上がピクセルピッチのお話でした。そしてもう一つリフレッシュレートについても確認をします。これも時系列でご紹介します。まず最初に 4K のパネル、LG のパネルはリフレッシュレートは 120Hz でした。そして2018年に登場した JOLED のパネルは 60Hz です。この時点で業務用を打ち出していて、リフレッシュレートは低めでした。そして2021年には JOLED のパネルで 75Hz の製品が見受けられましたので、若干上がっている
そんな状況です。そして2022年、QD OLEDのパネルが発表されました。これが 144Hz。そしてそれに合わせるかのように、LG のパネルもオーバークロックながら 138Hz まで上げられる製品が登場しています。2023年は変化がありませんでした。と、ここまでが 4K パネルです。で、4K じゃない製品ですが、まずこれが QHD。2022年に登場した LG のパネルですが、いきなり 240Hz で話題となりました。その後サムスンもゲーミングモニターのパネル 175Hz で登場します。そして LG もウルトラワイドの製品、上に重なっていますが 240Hz です。こう見ると LG が 240Hz の製品2つ出していて、サムスンはちょっとビハインド取ったなと思ったんですが、2023年、デュアル QHD の製品が 240Hz で発表を控えています。これが有機 L パネルの主にモニター向けの製品ですね。リフレッシュレートの性能が年を追うごとに上がっていることのご紹介でした。以上、踏まえて現状どんなパネルがあるのか、それをまとめたのがこちらです。上が LG、下がサムスン、左から QHD、ウルトラワイドの QHD、そしてデュアル QHD、一番右が 4K です。LG、サムスンそれぞれ40、30、20と3つありますが、これインチサイズですね。一番上の段が40インチ以上、真ん中が30以上、一番下が20以上、そういうレイアウトになってます。今、販売されているパネルはこんな感じです。で、ここで初めて報道発表にあったロードマップご紹介していきます。まず最初はこちらです。LG のウルトラワイドの QHD。これまで45インチが最小サイズだったんですが、39インチが登場する予定になってます。そしてもう一つ、34インチも登場します。45はかなり大きかったんですが、34ぐらいであれば置き場所もだいぶ楽になるんじゃないかと思います。そして次がですね、ちょっと画面を広げます。右側に追加しました。ウルトラワイドの UHD というのは、縦が 4K サイズ、横が 4K より広がっている解像度です。この解像度で45インチ 165Hz の製品が登場予定になってます。ここまでがウルトラワイド。続いて16:9。まず QHD 27インチ 240Hz が今あるパネルですが、これがなんと 480Hz のパネルが登場予定になってます。これはゲーミング向けにかなり有力なんじゃないのかなと思います。そして次が 4K ですが、まず既存の42インチ 138Hz のパネルがありますが、これが 240Hz に向上します。そして次がこちらです。32インチの 240Hz。そしてなんと27インチの 4K パネルも登場が予定されているということです。これまで42インチで四苦八苦していたんですが、果たしてそんなにピッチサイズ縮小できるのか、かなり疑問なんですが、今回報道発表には含まれていました。続いてサムスンですが、まず、ウルトラワイドの QHD 34インチ 175Hz が今ありますが、これが 240Hz に向上します。そして 4K パネルですが、今サムスンは小さいインチサイズ作れていないんですが、こちらも32インチ 240Hz の製品が登場予定ということです。そしてサムスンについても、なんと27インチ 240Hz の製品が予定されています。で、最後に QHD、サムスンなかったんですが、LG と同じ27インチで 360Hz のパネルが予定されているということです。で、それぞれいつ頃登場するのか、これも触れられていまして、日付が分かっているものと分かっていないものがあります。分かっているものに関しては、ご覧の通り、2024年、来年ですね。来年の第一四半期、または第三四半期、そのぐらいに登場予定と発表されていました。まあ皆さん気になるところで言うと、QHD 27インチの 480Hz、これが一番ゲーミングモニターとしては数が多く出るサイズじゃないかなと思うんですが、こちらが2024年の第三四半期。そして32インチ 4K、240Hz も同じ第三四半期。ということで、来年には登場すると、ちょっと本当かなとは思うんですが、こういう報道が出ていました。で、日付がわからないものに関しては、発表されていない、もしくは相当先、そのどちらかではないかと思います。実際に登場しましたら、またサブピクセルピッチも含めてご紹介していきたいと思います。最後にまとめとコメントです。今回ご紹介した開発ロードマップ、時期がわかっている2024年の分だけでも、4K32インチ、QHD480Hz というような非常にハイスペックの製品がリリース予定となっています。UKL はもともと応答速度もかなり
早いですから、インチサイズが小さくなってリフレッシュレートが上がっていくと、まあ焼き付きの問題はありますけれども、ゲーミングモニターとしてはかなり魅力的なスペックになっていくんじゃないかと思います。ただ価格については、発売当初はかなり高額だと思います。実際に現状でもかなり高いです。ただ、UKL、最近テレビの値下がりがかなり加速しています。ですので、徐々にではありますが、UKL パネルのゲーミングモニターも値段が下がっていくんじゃないかと思います。で、これまで、例えば42インチとか48インチ、その辺はおそらくテレビ向けのパネルをゲーミングモニターに流用していた感じだと思うんですが、今回発表されたパネルはモニター向けと書いてありました。ですが逆に、このモニター向けパネルをテレビ向けに流用することも可能かなって思います。例えば 4K32インチのテレビ、そういうものも実現可能になると思います。そして今回ご紹介したパネルの中で 4K32インチ240Hz という LG の製品があったと思うんですが、こちらのパネルは少し特殊でして DFR という仕組みを持っていると報道されています。これ何かと言いますと、ダイナミックフリークエンシー&レゾリューションの頭文字を取ったものでして、解像度とリフレッシュレートを動的に変えられる、そういう仕組みです。この製品、4K 解像度で使うと MAX240Hz なんですが、解像度をフル HD まで落とすことで、リフレッシュレートを 480Hz まで上げられる、そういう機能が内蔵されているということです。これはなかなか新しいアプローチかなとは思います。この仕組みを例えば QHD の製品に組み込めば、もともと QHD は 480Hz の製品が登場予定となっていますので、フル HD まで落とせば 600Hz とか、そういうスペックもいけるんじゃないのかなという気がします。まあもちろん転送レートとかいろいろな問題はあると思いますが、新しい DFR、まあまだ普及するかどうかもわかりませんが、最近ゲーミングモニター、画面の一部分だけを表示して、インチサイズを小さくしてゲーム用にする、そういう仕組みも登場してきていますので、まあそれとは違った新しい仕組みとしてこういう DFR というものが今後普及していく可能性もあります。最後、今回の報道を見て感じたことなんですが、32インチとか27インチの 4K パネル、LG もサムスンも発表予定ということで、これまで 4K の中型サイズの UKL パネルは JOLED の独壇場だったんですが、サムスンとか LG が製造してくるということになってしまうと、先日ご紹介した通り撤退してしまうのも仕方がなかったのかなと、まあ、改めてそう感じました。というわけで今回は UKL パネル、今後の開発ラインナップが海外のメディアで報道されましたので、そちらをまとめてご紹介いたしました。また実際に製品が発表されましたら、詳しくご紹介していきたいと思います。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。